力、なかなか便利だな。EM アルゴリズム起動、最大値、マザーコンピューターにアクセス、マザーコンピューターにアクセス不可。どうしてじゃ。何事じゃ、この忙しい時に。おい、今なんか飛んだか。わしゃボールじゃないわい。エッグマン、なぜこんなところに。なぜって、ここはわしの会社じゃ。何、今回の事件の黒幕もお前だな、エッグマン。黒幕、一体何のことじゃ。とぼけるなよ。世界中で起こっているロボットの暴走事件のことだ。いや、それに関してはわしも頭を痛めてるところじゃ。信じられるか、この野郎。落ち着かんかい。昔の馴染みじゃ、一つだけ教えてやろう。暴走の原因はわしにもわからん。ただ奴らにはリーダーがいるらしいのじゃ。リーダー、どうやらエクマンは本当に何も知らないみたいだぜ。僕たちを襲ったロボットとこれは無関係だったのかな。それはどこで。やっぱり何かを隠してるな、エクマン。知ってることを全部喋るんだ。仕方ない、話してやろう。我が社のロボットの行動はマザーコンピューターに全て管理されている。メテオテック社ネットワークの中枢で完璧なコンピューターのはずじゃった。ところがここ数日外部からのリモートコントロールが効かなくなったのじゃ。実はマザーコンピューターのパワーユニットにはその位置と同じものが使われておる。わしの分析ではその石には膨大な質量エネルギーを別のエネルギーに変換し特殊な磁場を生み出す能力を持ってるらしい。はあ、黙って聞かんかい。理由はわからんが、リーダーロボにはマザーコンピューターのものと同じ力を持つ石が組み込まれているらしいのじゃ。なんだって。わしの推理では、リーダーロボは世界各地に散らばっているこの不思議な石を集めようとロボットを暴走させておるのじゃ。なぜ奴らは石が必要なんだ。それはわしにもわからん。惹かれ合っているのさ。なんじゃと。こいつはただの石なんかじゃねえ。この石は俺たちバビロン一族に伝わる伝説の小娘、星の性質を返せ。エミーがいない。ストームもいないわ。リーダーロボの居所が分かったらしい。衛星モニターオン。エミ